ここは自陣深いところですがブルーレブズのスクラムです。出ていました。キックです。ヤトに浜田のところにボールが来ました。松永がパスを送る。詰めるディフェンス。しかも外した。さあ内川村がこの自慢のスピード切った。さらに内側松永がサポートから内側スライダーバントトット。見事なカッパーでした。最初のところで、はい、まあ、志向選手のタックルがちょっとやっぱり点になりすぎた、はい、やっぱりあの全てのあらゆる局面にあのトレードオフの原理がこう働くと思うんですよね。要は1点に力をかければここですね。1点に力をかければかけるほど横の、ディフェンスの力がちょっと落ちて、そこの外されたところで、まあ、大きく走られてしまう。だからそういったトレードオフの、原理がある中でどういうふうにこうプレーすることが全体の利益の総和をこう増やすかというところで、まあ、判断していかなきゃいけないと思うんですけどね、まあ、たださすがなアタック能力でしたね。ここは素晴らしかったですね。リーグワンチャンネルをご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。これからも楽しんでいただける動画をアップしていきますね。